他人どんなルーマ君の進路が決定して心理学の方に行くって話なんだけどまあ,あの量は安いところを探してちょっと今志望校が2点3点してるんだけどでそれを見てうちの子もセラピーで心理学ででその辺が興味あるそうなので教えてください教えてあげてくださいかって言われて俺が思ったのはねやめた方がいいんじゃないですかっていう。 というのも他人どんなルーマ君はねあの適職適性、えー、転職もうまさに向いてるんだよねっていうなぜかっていうと心の無風状態であいつね心が疲弊するとかストレスが感じるとか うんそういったことがねほとんどないんだよね。例えばあるとしたらあいつが持っているものがどん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 壊されていくとか削られていくとか要するに物理的に損をする状態が継続していたらみたいなだからああいう唯物主義的なあのなんていうかサイコパス的な感覚があいつにはあるから 要するに他人がね何言ってても他人事なんだよこいつもう完全にもう見事なぐらいに他人事であとねもう一つ言うとねこいつ笑いの無風状態でねこいつの喋る内容って全然面白くないんだよねっていう うん、あの何て言うかな、うん、語彙とか考え方のバリエーションとかまたあのえっ、ー、と価値観とかある程度ねこいつに植えつけることができたまた移植することができた教えることができた伸ばすことができたとは思うんだけどついぞ笑いのセンスだけはこいつには教えられなかったねっていうまあ笑いのセンスってね結局ね何、うん、なんだろう 俺が思うに面白いことをずーっと考えて分析してで面白いのがなんでか面白いのかずーっと見ててでそういうものに対して時間を惜しまずにずーっと考えれるまたずーっと研究できるっていうような時間の過ごし方ができないと多分ね笑いのセンスっていうのは磨かれていかないからまあこいつは無理だよねっていうで話は戻ってその感情型の人だからね あの思考回路って多分こうなの。時間が経てば何かが変わる。要するに5年10年経って大学で勉強して、で、資格を取る頃には何かが変わってるかもしれないとかね。また、あのその子は将来成長してるかもしれないみたいなことを多分考えてるんだろうけど。 えー、なんでそんなこと言うかってね、うちの親父が感情型のアホたれで、こういう考え方ばっかすんのよ。で、俺がね、だいたいねあの、うまくいかないからやめとけって言って、将来絶対ひどいことになるからやめとけっていうのに、まあ要するにこういうこと言って突っ込まして、で、まあ本人に地獄を見させて、で、俺がそれ見たことかって言って、まあ、そういうことの繰り返しなんだよねっていう。で、他人どの、どんなルーマくんなんかは、まあそういうのを見ながら、あのバカの言うこと聞くやついるんだ、みたいな感じで。 まあでも、お前の親なんか、あのバカの信者じゃんみたいな。うん。で、まあ、そいつの親は思考型で、うちの親父は感情型で、まあでもこの2人ってね、縦軸同士で、ある意味同調し合ってるところがあるというか、で、同調し合うっていうのがポイントで、感情型の特徴ってね、同調して共感するんだよねっていう。 だから要するに話を聞いてて、えひどいことがありました。こんな辛いことがありました。って言ったら、そんな辛いことがあったんですかって聞いていくうちに、自分のことだと思って、同調して、これ外交的な人でもね、内交的な人でもね、いずれにしろ同調してなんかね、泣き出すよとか、またあの、自分の心に傷が負ったかのように苦しみ出すとか、まあだからね、同質化して精神が病むに決まってるから、絶対やめてこいよ、みたいな。で、アノミー現象と一緒でね、 あのお互いに同調して同質,同質化し合うからだから分かるでしょ片方が精神が健康片方が精神が病んでいるって状態だとあの映し合うんだよねってこれがねえっ、ー、と1たす1割る2とかならいいんだよ1たす1割る2じゃなくてカッコつけなきゃいけないや 1た、え、す、ー、1, 1で2にしてそこからが割る2だったらいいんだけどそうじゃなくてね1たす1のまま残る可能性があるというか俺は残るような気がするんだよこのアノミ現象見ててもねお互いのおかしいところをこうこすりつけ合ってなすりつけ合ってでコピーし合ってお互いの心の中になんかねおかしなものが出来上がってどん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 おかしな方にブレイクスルーしていくみたいなうんだから あのみの連中ってね、何言ってるかもうよくわかんないでしょ。よくわかんないでしょ。でもね、あれね、本人たちまともだと思ってて、子供がおかしなことを言ってる、で、親もおかしなこと言ってる、で、それを間に合っておかしなこと言ってて、で、収束してってね、えー、サラダボールだったらいいんだけど、あの、メルティングポットになっちゃうから、 これ言ってたらね、アメリカのね、あの政治史とか知ってる人じゃないと分かんない言葉だと思うんだけど、まあ要するにサラダボールだとね、お互いの価値観がそれぞれあの混ざることなく並べられるってことで、メルティングポットだとね、溶け合って一つになるっていうんだよね。で、この場合ね、溶け合って一つになって大きくなっていくから、まあ、俺はろくなことにはならないと思うっていうか、ではっきり言ってね、なんでこんなことを考えるのかって言ったら、多分ね、こうなのよ。 要するに表面でニコニコして適当に合わせれば感謝されるみたいな。うん。で、それで相手の心の悩みとか、あの、闇とかが、な、あの、解消されていくとか気が楽になると思ってて。で、そんな私な、人のための素敵な人生を送れて素敵みたいに多分ちょっとね、浅く考えてるんじゃないのかなと思ってね。うん。だから、この他人どんなルーマ君のね、このメンタルの強さというか、メンタルが強いというのは完全にヒラリマント状態なんだけどね、完全に。また マホカンタうん、だからそこまで行きますかっていうあのアブソーブしちゃダメなんですよっていう他人の感情マジでねあのコンフリクトするからコンフリクトじゃないよ <laughs> 紛争しちゃダメだろっていう、うん、まあ要するに、ね、あの他人どんなルンマくんはね相手の感情を一切飲み込むことなく反射したり跳ね返したりまた受け流したりするわけで。 そういういことがで,きますかっていうで俺ね感情型の人でこのセラピー系の仕事を向いてる人はまずね西部進むのような知性を持って 受け止めるることができる人相手が何を言ってるかっていうのをきちんと解体した上でその、えー、感情的にならずにこう飲み込める人。とはいってもあの人も感情的になるからでもねあの人は引きずられることはないんだよねっていう。で他にもねジャンヌ・タルクとか後藤家さんのように大きな愛を持って受け入れて飲み込んで,で自分なりに吐き出せる人。 ここまでまで行きすかっていう俺その子見ながらねお母さんが鬼の形相でギャーギャーギャ,ーギャーちょっと行っただけで俺がその弟から聞くからそのお母さんあんまり怒鳴り散らすようなタイプじゃないんだけどただまあちょっと強い、えー、口調でこう怖い顔で言うでそれをされただけで泣くような女の子がそのなんだろうジャンヌダルクのような大きな愛を持っているって言われてもね違うと思うし じゃあ何だろうえーっと後藤家さんのようなこう覚悟を持っているああジャンダル君持ってるかうんだから持っているようには見えないし西部進むのような知性もあるようには思えないしそもそもこの他人どんなルンマ君ねはっきり言うけど知能知数140ですよこれこいつバカなんだけど偏差値も低いんだけど言ってることもバカ丸出しなんだけどこの人知能テスト何回かやって140がアベレージですよっていう で俺はねなんでこれを送り出してるかっていうと精神経行けっつって、うん、まず第一に頭がいい頭がおかしいやつに惑わされないんだよこれ、うん、だからあのー、なんだよこう誘導されることもなくねだから跳ね返すいなすヒラリマントっていうのが知性でもってできるっていう風な面もあるから俺はこの他人どんなルンマ君に任せてるっていうか行、うん、ってみろって言ってんだけど まあ普通の人はね、精神系はね、マジでやめた方がいいと思う、本当に。何かしらね、特質的な何かを持ってないと、精神が異常に強い、サイコパスレベルで他人に対してこう無関心。で、マキャベリスト。うん。極端に他人に対しても利用するしか興味がない価値観の持ち主。あともう一つ何があったかなって。 サイコパシーマキャベリズムあナルシシズムか要するに内向きで自分にしか興味がないってやつうんそれくらいじゃないとねまたあの異常なレベルの知性の持ち主西米進むのようなじゃなければ俺はやめた方がいいと思うのでだから俺が今回この他人どんなルンマ君に精神系心理系をね進めたっていうのは極めて特例だと思ってくださいということで、えー、失礼しますじゃあではでは。